てた企画となっております。拍手。はい、はい、拍手、はい、ルールはですね、超シンプルです。はい、私にまつわる10個の問題を出題し、はい、残り4名のメンバーが回答者になり、正解数を競っていただきます。なるほど、はい、正解数が最も多かったメンバーが、うん、第1回山北王の栄光を手に欲しい、めっちゃ欲しいわ。いや、だから第2回もあんの確かに、もう1個しかに、まだ続けていくつもりなの。記念すべき第1回もあるの。欲しいなぁ。プロフィール欄に書けるから、知らない。山北王、山北王、そんな欲しい。ウィキペディアに載るのかな。言っても私アイリスのリーダーですから。そうですね。リーダーですから。ね、リーダーですから。はい。そうなんですよ。あのね、皆さんのことは誰よりも知ってるんですよ。なんだかんだ。あ、だって、なんてだって、あの最新シングルのあのね、カップリングの方でちょっと作詞の方もね。うん、あ、そう。メンバーソングので作詞も。可愛い曲ですから。セロシャル。リーダーはここ PR なんで、そちらでお願いします。はい。というわけでね、私はアイリスのこと何でも知ってるんですけども、うん、逆に。私のこと知ってるのかなっていう、なるほど、思ったんですよ。私って意外とそんな私生活、そうね、だからみんなそんな私生活ね、ひけらかさないタイプじゃない。そうですね、そうそう、ね、とはいえやっぱ9年間も一緒にやってるから、うん、もうフィーリングでわかると思うんだよね。あら、そう。じゃあ早速やっていきましょう。スタート。まず第1問いきましょうね。待って、はっきりだな。第1問は、はい、はい、ちゃんと私の話をさっき聞いてたから問われます。今日のファッションポイントは、あ、聞いてた。まあこれはね、最初は優しいのにしないとダメや。え、聞いてなかったの、ゆきちゃん。あー、わかったわかった。ひらがなもファッションポイント。そうです、今の いけた気がする。いけた、ゆきちゃん。さっき喋ったから私、口に行くわ。え、わからん。堂々と、あ、堂々と楽屋でヒント言ってよ。え、楽屋で、楽屋で、あ、当たってる気がする、これ。はい、ちゃんと何気ないリーダーの一言を聞いてたかなっていうところです。 OK、 みんな、いいよ。うんうんうん、はい、久保田さんから順々にお願いします。はい、ババン。首のやつと服の色を合わせた。あー、なるほど、いいです。じゃあ、ゆきちゃん。はい、全く同じでした。首と服の色。おー、赤チームも一緒。はい、はい、ひみちゃん。あ、ごめんなさい、あの、同じ意味で首。あー、うん、なるほどね。めっちゃ、だめから、はい、から、まあいいです、次行きましょう。はい、首の青と服の青。あ、なんか完璧に書いてる。正解はですね、ててん、首とトップスの色は合わせた。はい、聞いてたやつ。やった。なので、そうですね、まあ、ひみちゃん以外は。ちょっと待って、首だけ、私正解かな。イエーイ、なんとでも言えるから。首、これ怖くない、この絵。なんか首だったら使われちゃうからですね。確かに、ちょっとこれ素材になっちゃうから。じゃあ次からね、やっぱりポイントが。何しようかな、簡単なやつからいこうかな。ああ、私の3サイズは。は、正解言ってくれ。知らん。言うよ。え、知らん。私なんなら、よほど自信があるということでしょうか。まあね、まさきちゃん、そもそもさ、なんか的な、一般的なのがわかんない。もうごめん、マジで全然わかんない、適当な数字。いいよ、これさっきも自分で測ってきたってことでしょ。これはさ、いつも衣装着替える時とかみんな一緒にいるからわかるっしょね。じゃあセリコからいく。いいよ。はい、じゃあセリコどうぞ。88、60、88。やや、ボンキュッパ。ナイスバディですね。これナイスバディ、ナイスバディ。なるほどね、そこか。さあ続いて、え、ひみちゃん。でもいいんじゃない。80、58、85。80、58、見して。80、58、あ、ヒップの方がでかいんだ。あれ、ちょっとやべ、やべ、わかんない。じゃあ続いて、やべ、あの、え、若ちいから、ごめん、ちっちゃくて見なかった、ごめん。おるおる。すいません。78、59、80。やっぱ、うち、あ、そっか。え、だって普通に考えたらそうじゃないじゃん。それがでもどうなのかわかんない。あ、でもね。じゃあ続いて、みゆた。私、アンパイ来ましたよ。85、60、85。おー、アンパイだわ。85、いや、ヒップ85、クラップ、確かに。なんかでも、スタイルいいイメージがあるから、なんかこういうイメージだけど、もうわかんない、わからん。じゃあ正解発表しますね。正解は、はい、88、58、88。すごいすごい、になる予定です。なんやれ、なんやれ、なんやれ。ちょっとこれ部分点欲しいな、ゆうちゃん。まあでも確かにゆうちゃんはこことバストとヒップは合ってたの。え、それでもすごい。でも本当にそう思った
って書いた。いや、わかんないんだよ、言う平均値わかんなくて。そう、あ、そうなんですか。平均値知りたい。なんか一昔前のグラビアアイドルは大抵この数値だった気がします。そうなんだ、そうなんだ。もうデフォルトなんですよ。やっぱさきちゃんナイスバディだからこれぐらいなのかなと思って、うん、あ、そうなんじゃ。セリコはアピールして、ね、0.5 ポイント。ありがとうございます。0.5、あとはね、0.5って出てかく聞いた。いや、みゆたんもおっしゃったね、0.5くれるの私にも。 0.1 ポイントくらいあげます。優しい。 0.1 ポイントくらい。誤差え、どれも落ちてないの。うちらケツでかくしたからダメなんだよ。確かにそうだ、ケツの方でかいからダメなんだ。ケツでかくしてない。いやマイナス5点。なんでよ、マジで。マイナス、もうマイナスでしかないよ。何もない。でも、ツイッターとか見てたら知ってるんじゃないかな。私は父のことを何と呼んでるでしょう。うわ、これ言うの。あ、これはわかる。え、うわ、この間ご飯にとったね、うん、これあれじゃない。え、そう、まあ、わかるんじゃないかな、これ。え、違うかな。結構ツアーとかにも遊びに来てますからね、うちの。え、こう父はこれちょっと自信あっちゃうかもしれない。え、わかんない。できましたかね。出るんでしょうか、どうか。はい、うわー、ちょっと自信ない。これもう一斉に出す。いいよ、いいよ。はい、じゃあせーの、バーン。山親父。あー、あ、そっちか。ゆきちゃん、さきさファザーそれは絶対違うのはわかる。そうだけど、それは絶対違う。ファザーにしたかったわけよ。じゃあ、ひみちゃんね、山北親父と迷ったけど、山北パパ。私も山親父、ゆうたでしょ。似てるね。出てきた、出てきた、山親父。山親父。やだはい、ミュータントセリコ1ポイント。やったー。すごい。え、なんかさ、一見じゃ、一見稼がなさそうな2人。わかるわかる。るじゃん。観察力あるの。セリコはなんだかんだ私のこと好きなの。違うよ。違うよとか言って。否定は違うよ、言うと。山親父です。山親父ってね、おやつがあるんですよ。それを知らない。いや、それ確かによく言っとるもん。そう、先週の山親父って聞いたことあるよね。北海道のやつでしょ。そう、そうなんだ。それにかけて言ってる。本当は呼んでないです。本当はじいさんって呼んでます。じいさん。恥ずかしい、思春期なんだよ、まだ。思春期でじいさんって呼んでる。続いて、4問目ですね。はい、どんどん行きましょう。山北が生まれ変わるとしたら何になる。知るか。一生わからん。知るか。一生わからん。それヒントないとわからんよ。なんか私っていう感じだと思う。二つに絞ったんだけど、こっちだ。私っていう感じというか、私って優しいじゃん。優しい。なんか今の私と近いんじゃないかな。わかった、もうこれちょっとヒントでより分かんなくなってそうだよ。私優しくしたよ。ほんと？うん、これ優しい。ゆうちゃん意外と当たってるからな。それ優しいが大いに関係してる。優しさをあげたい。あげたい。優しさをあげたい。マジで一般的な回答にしよう。うちも一般的な回答なら全然さき様に寄り添えてない。オッケー、みんないいよ。全部一斉にオープン、ドン。ゆうちゃんから読んでください。山この無言、無言色っぽいですね。わかりやさん、セーブもマリア。おー、似てるわ。あ、ちょっとセーブのね。ゆきちゃん、わかる、女神。おー、似てるね。みゆた、うさちゃん。あー、かわいい。今考えてないよ。今考えてる。今考えてないね。じゃあ正解発表します。ちゃんと書いてますか。正解は惜しくない、うち。うわ、はい、うわ、わけで、どうですか、山田先生。ゆきちゃん1ポイントあげた。やったー。え、まあ神ではあるからね。可愛いポイントください。言っていい、ちょっとあの私の本音、うん、今日あのここに来るまでに何になりたいかな。あ、うさぎだ。ほらー。おやー、みゆちゃんも1ポイントあげます。やったね。うわ、はい、うわ。神になって優しい世の中を作りたい。じゃあ続いて山北の魅力は？自分で自分の魅力自分で思うってことだよね。わか、別にそんなことないです。これまた素直に書いていただければ。え、でもさき様と合わせに行かなきゃいけないってこと。そうだけど、そうだけど、まあ私もさき様が嬉しかったらポイントくれるけ。そんなことない。むず。私当てに行くよ。山さんが思ってる自分のポイントってことだよね。え、さき様が結構なんか取材とかでもう言いそうみたいな。
分からない。気になり厳しくなったよね。すっごい雑に扱うよ。もう私はこれでいく。どうせゼロポイントなんだから、今さら失うものなんもねえんだ。じゃあ一斉に行きます。はい、はい、せーの、ドン。丸顔、足綺麗、若い、老けない、プリティ。なんかみんなすごい表面的じゃない？待って、みんなすごい表面的な、もっとさ、温厚な性格とかさ、実は熱いとかさ、そういうことじゃないの？結構内面だね。結構中身掘り。正解は、はい、全部。あ、じゃあうちら全員ポイントもらえる？じゃあ、ありがとうございます。よかった、みんなポイント嬉しい。全部ボーナス問題だ。ね、ボーナス問題。全部って書いて違うの。あげようと思ったんだけど、なんかあんま全部気に入らなかった。足綺麗はめちゃめちゃ大事だ。偏見やな。見て、丸顔、丸顔もたから。なんだ。若い。つけない。足綺麗に1ポイントあげます。やっと、ありがとうございます。やっと言って、本当に嬉しい。続いて何にしようかな。あ、これもいいじゃん。私のチャームポイントは。あれ？え？ジャンポイント、さっきのは魅力だったけど、チャームポイントだから今度。はい、早い、セリコ。じゃあどんどん出していきましょうかね、はい、じゃあみんな一斉のでボン。綺麗な足と可愛い丸顔、ウエストも細いしダンスも綺麗。いや、絞れ絞れ。足長いし肌も白いし手も小さくて可愛い。あ、ありがとうございます。よく見てますね、テチちゃんよね。はい。あ、ひみちゃん足綺麗、レッグビューティー。おー、英語になりました。おー、なるほどね、はい、頭いいじゃん。じゃあ、わかち丸顔ぷいぷい。あー、なるほど、チャームポイントだから。はい、じゃあ、みゆたん。私ね、さきちゃんがデビューからずっとキープしてること知ってるんだ。サラサラのロングヘア。あー、なんかコビ売られたか。
じゃあ一斉にどうぞ。ポン。辛いラーメン。おう。あ、ラーメン。おう。辛い食べ物。プルダックポックミョ。カラカラゴ。あ、おう。辛ラーメン。はい、正解は。え、あ、書いてなかった。正解はラーメンです。どれ、え、待って待って、辛い、辛くない、普通のラーメン。あー、やったー、ゆきちゃんが正解。あ、いいよ、いいんだ、いいんだ。あ、辛くてもいい、あ、ラーメンだから。あ、やったー、うん、あ、辛ラーメンじゃないけど、まあ、ラーメンだからいい。あ、終わった。メンチがやったー。あ、待って、カラカラゴラーメンじゃん。いや、カラカラゴじゃないもんね。商品で、塩ラーメンになってきた、まあ、厳しくなってきた。なるほどね。辛いラーメンとか、じゃあこういう話もしてみようかな。私の好きな異性のタイプは、うわー、気になる。全然気になる。そくちゃんが、うん、アイリス、こういう話しないから、こういう話しないからさ。好きな異性のタイプ、うん、えー、わかんねー、考えろ、わかんねー、考えろ。全然わかんない。今のってことだもんね。今のだってさ、タイプって一個じゃないでしょ、多分。そうだね、こういう感じって感じじゃない。書いた。いいよ、いけたよ。いいよ。あ、ちょっとあと10秒待って。あ、オッケー。あと10秒ね。19、8、7、6、5、4、3、4、0。じゃあ、いっせー。私、今日若ちゃんに厳しいね。ごめんね。いいよ。ごめんね。泣いちゃうかもしれない。はい、書いた。はい。じゃあ、一斉にどうぞ。どうぞ。はい。読んでてください。何より、さき様一番、全肯定。おお、いい言葉。後編。はい、じゃあ続いて。一人の時間をくれる、大切にする人。あーあー、それだわ。やったかな。わかち、ずっと一緒にいても苦じゃない人。あー、深いわ、みんな。みゆたん、よしよししてくれる人。あーあー、なるほどね、深い。一応正解はですね、料理ができて、あれ、家庭的で、一緒にカルディとか行って、なんかこれ美味しそうだねみたいなの言ってくれる人っていう。全員外れてるから。ちょっとみんな一回見せてもらっていいですか。全肯定、私は全肯定。私逆だな、一人の時間を大事にする人。いや、ひみちゃんにポイントで。あ、いいんですか。まあ共感してたもんね。あ、確かにそうだね。一人の時間ないと死んじゃうんですよ、一人っ子なんで。それはめちゃめちゃ、そういうことか、大事よね。さあ、もうラストかな。おい、あら、え、今誰が1位なの？若ち 2.5 ポイント、ひみたん4ポイント、セリコ 4.5 ポイント、モモタ 4.1 ポイント。ということで、あ、接戦じゃない？接戦だ。これ接戦かよ。ちょっと、じゃあラスト、もう無理じゃん、うち和解は前線に立てなかった。ラスト正解したら、じゃあラスト5ポイントでいいんじゃないですか。5ポイント、めっちゃ怖いね。まあまあ、あるあるですね。バラエティあるある。ラスト、じゃあ5ポイントで。わぁ、はい、結局最後を制するものがね、全部制するってことですよ。まあね、そうですね。じゃあ、ポイントぐらいだね。何しよっかな。でもみんなに5ポイント取ってほしいからな。10年後、山北は何をしている。最後っぽいね。うん、最後っぽいな。10年後ってさき様いくつ。40歳 OK。 はい、わかんない。わからないよね。私もわからないけど、書いてみた。なんとなくね。はい、それじゃあ最後、一斉にオープンお願いします。ドン。読んで。私たちと一緒にアイリスしてる。おー、はい、やべからの、まあまあ、やる。めっちゃリアル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 だから、それでも許されるかな。じゃあ続いて、最近アラスアイドルって言ってるから、アラフォーアイドル。おー、なるほどね。なるほど。じゃあ、ミュータン。私はシンプルにアイドル。あー、みんなでもアイドル。みんな結局アイドルなんですね。いや、ずっとさき様はアイドルしてたっていう。正解発表したいと思います。正解は、みんなと一緒にアイリスやってる。一人ずつ得点の方を発表していきたいと思います。はい、まず
わかち。うん。2.5。すいません。きみたん。4。よかったよかったよかった。そして、みゆたん。はい。4.1。イェイ。お。てりこ。9.5。おかしい。というわけで、第1回山北大選手権優勝者はてりこさんでした。あ、でもそれだけじゃないから得点。あの、ちゃんと山北王に向けてプレゼントが私からね、ありますから。マジで何じゃあ、しますね。はい、こちらになります。ねえ、待って、これ見覚える。こちらになります。5本いただきました。すべての女子はメンヘラである。何それあれ、ごめんなさい。いや、ね、それもう読み終わったんであげようかなって思って。これ何ですか？愛読書法。愛読書なの？愛読書なの？みんな、あの、買ったんですよ。これ俺買いました。面白かった？買いました。面白かったですよ。うん、別にシミチャンネルの使い回しとかじゃない。気のせいかな？なんかすっごい見覚えがある。そうなの？あれ、そうなの？どうなったの？気のせいか？全然そんなことないです。気のせい。まあ、でも、あの、女性はあの絶対メンヘラになるものだと思ってるので。まあ、大事な本ですよね。確かにメンヘラと結構縁がない私。そうだよ。それでもたまにベランダで泣いてたりするらしいですから、そういう時に読んでいただければなと思います。そういう日に元気出したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、というわけで優勝はセリコだったんですけど、ほんとみんな結構点数、若ち以外は結構稼いでくれて頑張った。なんだかんだやっぱ9年目でいろいろね、私のこと見てくれたんだなって思って、ほんと嬉しくて泣きそうでした。さきちゃんカラカラやん。というわけで、みんな山北王だと思ってるから、これからはじゃあ第2回第3回、みんな他の皆さんは優勝目指して